脳天フラッシュ。脳天フラッシュ。早川健、さすらいの私立探偵。親友飛鳥五郎は悪の組織バッカーに殺されたその日から俺の旅は始まった。復讐を誓った俺の心に愛はない。ただ暗く赤い炎が燃えているだけだ。そんな俺にも気になることが一つある。昔誤って一人の男を殺してしまったこと。そう、俺の手は血まみれだ。いくら洗ってもそして俺はまたこの町に戻ってきた。違う、この女も違う。エリ、ハモロ、女一人見つけるのにいつまでかかっておるのだ。この役立たずどもが。忍者というのも頼りないものですな。このドクトルマッドの手にかかれば女一人見つけ出すなどあっという間。黙れ、この気違い科学者め。貴様ほほほほ、まあ雷蔵もそう熱くなるんではないわい。ところでその女、それほど良い女ということか。ほう、暗闇にほんの一目見ただけにござりますが、あの女子こそまことに伯爵様にふさわしき女。楽しみなことよの。お役田様、例の女見つけ出してまいりました。なんとかと相違あるまいな。はっ。伯爵様、今しばらくのお待ち。この霧が暮れ雷蔵めが必ずやからめとってまいりましょうぞ。ごめん。
霧隠れを名乗るだけあって相変わらず素早いのう。しかしあれももはや時代遅れ。お払い箱も近いですぞ。ほう、ということは例のもの。はは、雷蔵めの戦ったデータをもとに完成まであとわずか。科学から忍術か、楽しみよの。花はいかがですか。綺麗な花はいかがですか。花はいかがですか。母さんの薬代を引いたら夕飯代がやっと。でもいいわ、大好きな花と毎日一緒だもの。お嬢さん、ちょっと一緒に来てもらおうか。キャー、助けて、誰か。静かにしねえか。この雨。誰だ。どこにやがる。おう、姿を見せやがれ。どこだ。出てこい。なんだてめえ、邪魔する気か。邪魔する気はねえが、見逃す気もねえな。お願いです、助けてください。私の名は早川健、私立探偵です。お雇いになりますか。ただし少々お高いですよ。お金ですか。美しい人に涙は似合わない。しかし私もプロですので。この花全部いただきますよ。やっちまえ。おっと、うわっ、うわっ、そりゃ、うわそらよ。おっと、やない。はっ、貴様らごときに歯の立つ相手ではないわ。この女渡していただこう。去るお方の夜とぎを務めるのだ。渡さんというなら拙者がお相手いたす。おいでなすったな、霧隠れ愛蔵さんよ。おう、拙者を知っておるのか。ええ、有名ですからね。秘密組織バッカーの幹部、死神伯爵の用心棒で忍術の名人。ただし日本じゃ二番だ。なんだと。では日本一は誰だ。どちらが一番か忍術で勝負だ。まず拙者から行くぞ。くらえ、火炎の術。ん？花も熱いのは嫌だとさ。やれい。おのれ覚悟。で、本当にありがとうございます。あの、何もないんですけど、ぜひうちまで来てください。いや
血脳電気。私ゆかり。これは早川健。旅から旅への渡り鳥さ。ところで恋人はいないのかい。まあそんなにモテないように見える。私も昔。やめましょうこんな話。それより私は白い馬に乗った王子様を待ってるんだ。王子様？ロマンチストなんだな君は。彼女の名前は早乙女ゆかりといった。何度か会ううちに俺の心に忘れていた感情が蘇ってきた。愛と言ってもいいのかもしれない。恋人と死に別れたというゆかりの心は次第に俺に向かって開いていった。そうだ、俺は幸せだった。ああ忘れちゃいないぜお前のことは。確かに俺の手は他人の血で真っ赤だよ。だがなアスカ、まだやり直せるんじゃないか。ん？お母さんどうしたんですか？早くゆかり、ゆかりが危ないの。早く。お母さん落ち着いて、何があったんですか？変な男たちが、変な男たちが、ゆかりはどこだって。早く助けに。これはアツシさんよ。ゆかりと結婚するはずだったのに殺されてしまって。お母さん、ゆかりさんはいつもの場所で花を。早川さん、早く、ゆかりが危ないの。なんてことだ。あの時俺が殺した男が、これ以上彼女を不幸にはできない。待っててくれゆかり。そいつに。うわ、早川さん逃げて。くそー。 うわ早川さん。おい急げ。僕が腹で待死に神。分かってるよアスカ、借りを返す時が来たんだ。そう、ただそれだけさ。さすがあの霧隠れ目の見染めた女、美しいわい。今夜が楽しみじゃわい。もうすぐここに早川健が来ます。その時がやつの最後です。楽しみじゃのう。早川さん助けて。どこだ、どこにやがる。出てこい、姿を見せやがれ早川。約束通りやってきた。ゆかりさんを返してもらおうか。それではまずこの男と勝負してもらおう。ゆかり、やはり俺は君にふさわしい男じゃない。俺に染みついた汚れはいくら拭っても取れやしないんだ。早川さん逃げて。私はために。俺は人間のクズなんだ。ハートさん。
これで勝ったつもりか、早川健。私の脳天気の力、こんなものではないぞ。ゆかりさあ、スカッと参上、スカッと解決、人呼んでさすらいのヒーロー、解決の天気。変身したとて無駄なこと、いけ、メカのお天気。ズバッと参上、ズバッと解決、ズバッと参上、ズバッと解決。よくも私のメカのお天気を。死ね死ね。脳天アタック。わわ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 さあ、うわっ。2月2日、飛鳥五郎という男を殺したのは貴様か。違う、わしではない。貴様だな。違う。嘘をつけ。あ、本当だ。あの日わしはイタリアでスパゲッティを食っていた。信じてくれ。脳天フラッシュ。うわー、しびれる。アスカよ、やっぱり俺には復讐しか残っちゃいなかった。この者を極悪アレンジ犯人。行かないで。
私早川さんのことを。俺の手は血で赤く染まっている。君を幸せにすることはできない。早川さん、男は一人道を行く、男は一人行くものさ。燃える願い命をかけた山の彼方に何がある。愛か誠か苦しみか戦いの道日の地獄。